こんにちは、イタチャンネルです。今回は東北大学青葉山キャンパスがある荒牧青葉をご案内します。荒牧青葉は仙台市青葉区仙台中心部の西側の丘陵にあります。荒牧青葉から仙台駅までは約 5km あり、車で10分ほどかかります。今回のルートは川内から西に向かって青葉山を登り、東北大学の理学部薬学部がある北青葉山キャンパス、研究所や農学部がある青葉山新キャンパスをめぐって青葉大団地まで行きます。そこから青葉山駅まで戻り、工学部や研究所がある東青葉山キャンパスを通って八木山に向かいます。このチャンネルでは仙台を中心に地域の街並みをご紹介し、これからの街づくりを考えていきます。青葉山キャンパスは半世時代、仙台城の裏山から奥羽山脈へとつながる山林となっていました。戦前は旧日本陸軍の演習用地として使用されていましたが、終戦後は米軍の演習場として接収され、接収解除後は開拓地として開墾事業が行われていました。1961年に東北大学工学部が片平キャンパスから青葉山へ移転したのを皮切りに、理学部や薬学部がそれぞれ移転し、現在では大学の教育研究の中心を担うキャンパスとなっています。仙台市の統計によりますと、2022年4月1日現在、荒牧青葉には703世帯981人が居住しています。これは西部の青葉大団地などにお住まいの方が多いと思われます。このうち65歳以上の高齢者は202人であり、高齢化率は 20.6% になります。この高齢化率は仙台市内ではほぼ平均的な割合になります。東北大学川内キャンパスの動画でご案内しましたが、右側は仙台市地下鉄東西線国際センター駅です。市道亀岡青葉山線を登って行きます。右側は川内北キャンパスです。川内北キャンパスには東北大学教養部などがあります。左側は川内南キャンパスです。川内南キャンパスには東北大学の法学部、経済学部、文学部、教育学部と大学院などがあります。左側は東北大学入試センターです。入試センターは旧半導体研究所の建物を使っています。半導体研究所は財団法人半導体研究振興会の施設でした。半導体研究振興会は産学協同のパイオニアとして西澤純一教授を中心に1961年に設立されました。半導体研究所では半世紀近く三女会員からの支援のもと独創的な研究を重ね、半導体電子工学の分野で多くの成果を上げてきました。半導体研究振興会は2008年3月に解散し、施設などは東北大学に寄贈されました。青葉橋を渡りました。右側は北青葉山キャンパスになります。
右側には東北大学ニュートリノ科学研究センターがありますが、建物を見ることはできません。右側は東北大学総合学術博物館です。東北大学総合学術博物館は理学部自然史標本館として1995年10月に開館しました。各学部で保管している研究標本を一括管理することを目指し、1998年4月に総合学術博物館が発足しました。建物については新築計画、既存建物の改修計画等について検討しているとのことであり、展示事業については理学部自然史標本館を共用しています。正面は仙台市地下鉄東西線青葉山駅です。青葉山駅は2015年12月に開業しました。ホームは深さ約34メートルの地下6階部分にあります。右側は情報科学研究科です。東北大学大学院情報科学研究科は1993年に東北大学で最初の独立研究科の一つとして創設されました。左側は東北大学青葉山緑厚生会館です。1階がローソンと洋食喫茶レストラン、2階がそばうどんとランチボックス、ハラルフードレストラン、東北大学生協が運営するキャンパスライフサポートセンター、3階が青葉山緑保育園になっています。並びは東北大学マテリアルイノベーションセンター、東北大学環境科学研究科本館です。その先は東北大学災害科学国際研究所です。災害科学国際研究所は2012年4月に発足した災害科学及び実践的防災学の研究所です。その向かい側には青葉山コモンズがあります。青葉山コモンズは講義室、図書館、ラーニングコモンズを要する複合施設で、食堂とショップも備えた新キャンパスの共有スペースです。キャンパスモールの正面は東北大学大学院農学研究科農学部です。農学部の北側は国際集積エレクトロニクス研究開発センターがあります。この研究開発センターは2013年4月に竣工し、集積エレクトロニクス技術により国内外の企業、地方公共団体と連携して産学共同研究などのコンソーシアムを運営しています。その先に学生寄宿舎ユニバーシティハウス青葉山があります。建物は居住登録棟、管理棟、インタラクション棟で、地上7階一部6階建てです。右側は青葉の森緑地です。青葉の森緑地は面積約114ヘクタールの緑地公園です。左側には次世代放射光施設の建設現場があります。建設現場は立ち入り禁止であり、入り口からは一部が垣間見える程度です。放射光施設は巨大な顕微鏡と呼ばれ、素材開発や創薬など幅広い分野への産業応用が見込まれます。次世代放射光施設は2020年3月に着工し、竣工は2022年度末、2023年度内の供用を予定しています。左側には青葉山公園ゴルフ練習場があります。青葉山公園ゴルフ練習場は全86打席250ヤードの打ちっぱなし練習場です。その他にバンカー練習場、ショートコースがあります。青葉大団地に入りました。この先の交差点を左折したところに東北大学西澤純一記念研究センターがあります。この研究センターは財団法人半導体研究振興会から寄付され、2008年から東北大学の西澤純一記念研究センターとして試作コインランドリーを含むマイクロシステム融合研究センターの拠点となっています。隣接して国立研究開発法人理化学研究所仙台地区工業志向学研究センターがあります。それでは青葉山駅まで戻ります。右側は未来情報産業研究館、未来科学技術共同研究センター、
東北大学連携ビジネスインキュベーターが並んでいます。未来情報産業研究館は科学技術創造立国を実現するために産業界の支援によって2001年に建設されたもので、21世紀型の産官学連携研究開発拠点を目指しているそうです。その南側には大学研究者と企業の研究者が共同で実用化研究を行うための未来産業技術共同研究館があります。左側は電子情報システム大物系研究棟です。電子情報システム大物系研究棟は東日本大震災によって使用ができなくなった電子情報システム大物系1号館北講義棟の代替として建設されたものです。右側は東北大学工学部センタースクエアです。ここには工学部中央棟があります。左側には東北大学環境科学研究科研究棟と環境科学研究科へコラボがあります。右側はマテリアル開発系教育研究棟です。左側はデイリー山崎東北大学工学部東店です。並びは東北大学自動車の過去未来館です。左側は量子エネルギー工学専攻講義棟です。並びに工学研究科放射線安全管理室放射性同位元素実験室があります。その先には高速中性子実験室が並んでいます。この付近で東青葉山キャンパスの建物は終わっています。今回は荒牧青葉を見てきました。荒牧青葉の大部分を占める東北大学青葉山キャンパスは造成開始から60年余りを過ぎますが、今でも青葉山新キャンパスなどに新たな研究機関が建設されています。撮影に行った時も青葉山新キャンパスのキャンパスモールに真新しい建物が何棟も建設されていて驚かされます。特に建設中の次世代放射光施設は巨大な建物です。また近年では産学連携産官学連携により企業などからの支援によって建設される研究施設が目立ちます。研究費などの問題から企業などからの支援が必要なのでしょう。ただ企業としては短期的な成果を求めがちだと考えられ、長期的な研究や基礎的な研究が二の次にされる危惧があります。暮らしを一転させる画期的なイノベーションは長期的な研究や基礎的な研究から生まれることが多いのではないでしょうか。青葉山キャンパスでは恵まれた自然の中で長期的な研究や基礎的な研究から画期的なイノベーションが生み出されると信じています。それでは荒牧青葉のご案内を終わります。ご視聴ありがとうございました。